ウオザ地球から見た、天球上の太陽の動き春分点とは、王道と天の赤道との二つの交点のうち、王道が南から北へ交わる方の点のこと。この点が、設計0時かつ、後継0度であり、この点を太陽が通過する瞬間が春分となる。春分点は、王道座標や赤道座標の原点である。天球上における、分点の位置は、地球の歳差によって、 西向きに移動する。その周期は25,800年である。太陽体陰列期の二十四節期の定め方の一つである定期法でも春分点を基準とする。春分点は別名を白陽宮の原点とも言う。このアリエスは王道十二宮の白陽宮であって、星座のお羊座のことではないが、紀元前二世紀に王道十二宮が整備された時、お羊座に、 春分天があったので、同盟の白洋宮が十人宮の起点となった。キリスト教では、ウオザを神聖な星座と考えていた。それは、イータ・シグマ・ウプシロン・ロイオタ・シグマタウ、シータ・イプシロン・ウプシロン・イオタ・シグマ・オメガタウイータ・ローの頭文字、シータ・シグママイナスをつなぐと、ギリシア語で、魚を意味するイオタカイ・シータ・ウプシロンとなることと、キリストが生まれた時に春分天が、 オ座にあったためである。なお、春分天は、現在も、オ座にある。水亀座の時代ニューエージの間では、春分天の損する星座がその時代を象徴すると、される。春分天は、紀元後1世紀から20世紀までは、オ座にあったが、20世紀末頃に、水亀座に入ったとしている。これを支持する論者の間で、現代は、水亀座の時代と呼ばれている。水亀座は、 変革を象徴していると考えられており、何らかの世界的変革があると主張している。水亀座の時代は一部の先制術師が持ち出したりすることもあるが、伝統的な西洋先制術とは関係がない。実際に春分天が水亀座に入り込むのは、この主張より500年以上後のことである。また、十二宮と違い星座の領域は不均等なので、 座の時代の期間は2000年とは限らないなど、12、偶と星座が混同されており、この主張は理論的になり立たない。また、先生術における時代区分は、春分天の移動とは関係がないとの主張もあるが、そうなると、先生術における時代区分の根拠そのものを失ってしまう。なお、アクエリアンエイジを直訳すると、鳳病宮生まれの人の時代という意味になる。 従来は、設計の基準は前述の通り春分点、すなわち、天の赤道と王道が交わる点を、設計01及び、後継零度と定めていたが、これは、赤道座標系は王道を定めなければ、自分自身では、基準が定められないことを意味する。この問題に対し、国際天文学連合は、IAU2006 祭詐称道理論により、アイクアーズを導入して王道がなくとも、 設計を定められるようにした。アイクアーズは、はるか遠方の電波天体によって定められる。この定義の変更は2009年1月1日より適用され、新理論による各天体の思考系は、旧理論より常に50ミリ秒角大きい。質問3から1何年後かの春分の日、秋分の日はわかるの。国立天文台、よくある質問、鈴木義信 天文学辞典、知人書館、225ページ。ウドベッカー、図説、先生術辞典、同学者。片山ほか、歴承年表の改定について、国立天文台法、第11巻、57から67。国立天文台、2020年9月22日閲覧。ありがとうございます。